大門の44番です。2枚の平行局番 AB 間隔 D で、電位は V と0です。V と0です。電荷、マイナス E クーロン、質量 M kg とし、重力は無視しましょう。そういう電波ですね。極板 A と極板 B は、V ボルトの電池につながれていて、AB 間は一様な電波です。プラスからマイナス向きの一様な電波です。そこに、マイナス E クーロンの電子を飛び出させた、あるいはこの方向に発射した、この方向に発射した、どんな動きをするかという問題です。一様な電波、E ですね。一様な電波ですので、地球表面に一様な重力加速度スモール g があるのと同じような世界です。水平方向には電波はありませんので、力は働きませんので等速運動しますが、上下方向には電子はプラス側上向きに力一定の力をどの場所にいても受けます。つまり上向きに加速をする、右左向きには等速であるという運動をする場所と考えましょう。問1、極板間のちょうど中間の位置で電子が極板に平行な方向に初速度 V0 で発射された場合、電子が発射されてから極板に到達するまでの時間はいくらか。この絵です。このように上向き水平投射をします。右向きには等速、上向きには等加速です。まずこの電波について、先に整理しておきましょう。マイナス E クーロンの電子はこちら向きに E という力、静電気力を受けます。上の極板がプラスです。下の極板がマイナスです。この E というのは極板間の距離で、ここに V ボルトの電池がつながっているという状況ですから、これは E かける D 分の V という力になります。はい。上向きに X 軸を取り、上向きに加速度を A と置いて運動方程式を作ってみましょう。これで加速度が求まります。質量 M です。電子の質量 M、 加速度 A とすると力は EV 割る D です。したがって A イコール MD 分の EV という加速度が上向きに生じる世界です。これはどこにいても、どのあたりにいても電子は上向きに mg 分の ev という加速度を受けます。重力加速度が上を向いているという感じですね。はい。その上で問1の問題を解いてみましょう。電波が ab 間の電波はこのようにあって、電子が2分の d の位置から右向きに v0 で飛び出した、上向き水平投射をしてここにぶつかります。この間の時間を求めなさいです。こちら Y 方向にしましょうか。上向きが X 方向です。Y 方向には等速直線運動 V0 のまま運動していきます。X 方向には、MD 分の EV という等加速度運動をします。X 方向の式は時間を求めたいですが、距離が分かっていますので X イコール自由落下ですね、2分の 1AT の事情、この式に代入しましょう。初速度は0です。 X は2分の D イコール2分の1かける EV 割る MD T の事情、2分のが消えて MD 事情 EV イコール T の事情です。したがってT は D が出て M 割る EV となります。問2、問1の場合、発射点から到達点までの距離はいくらか。ここからここまでです。ここからここまでですの距離はいくらか。今度はこちら側を求めましょう。今のこの時間の間、右方向 Y 方向には等速運動しますから、y イコール v0t という公式になります。代入をすると v0 かける d ルート m 割る ev となります。出発点から到着点までのこの長さ、
ピタゴラスの定理から4分の D 次乗プラスここの2乗 V0 次乗 D 次乗 M 割る EV となります。4分の D を出して2分の D を出して1プラス EV を選んでください。問3です。問1の場合、到達点に達する直前の電子の速さはいくらでしょう。出発点から到着点の絵を描いています。水平方向には力がかかりません。 Y 方向は力がかかりません。 X 方向には力がかかって加速は MD 分の EV という等加速度運動をします。出発点から到着点までの時間は T は出ています。ここの V を求めようという問題ですが、水平方向 Y 方向は V0 のままです。力を受けません。こちらの速さ VY が分かればピタゴラスの定理から V が求まります。これは加速度 MD 分の EV で T 秒後の速さを求めればいいですから、 V0 プラス AT、 V0 は0です。 Y 方向の V0 は0ですから AT を求めればいいことになります。イコール EV 割る MD 加速度かける時間が D かけるルート M 割る EV です。 D が消えて V は上に入りますね。 M は下に入ります。E は上に入ります。V は下に、V は上に入りました。M が下に入ります。このようになりますか。ごめんなさい。これが VY です。はい、ピタゴラスの定理から V イコールこれの2乗プラス V0 をルートしたもの。ということになります。問4です。電子が B から、下の極板から速さ V0 で極板の放線方向と θ0 をなす方向に発射された場合、 A に到達した時の入射角 θ はいくらになるか。ここからスタートして A に到達する時の入射角を求めなさいという問題です。はい、このような絵になります。極板 A、B がありますが、ここからスタートをします。 V0 でスタートをしてここにぶつかる直前の入射角、いいでしょうか。入射角はここですね。ここのことですね。このシーターを求めましょうということです。右方向 Y 方向の速度は、等速ですからこれは変わりません。V0 サインシータ0ですね。それから Y 方向が初速度が V0 コサインシータ0なんですが、それが大きくなっています。加速をしていますので大きくなっています。この VY ダッシュを求めましょう。まず、この VY ダッシュとこの V0 コサインシータ0の関係は、後の速度の2乗マイナス初めの速度の2乗は2倍の加速度かける距離というふうになります。後の速度 VY ダッシュの2乗引く V0 コサインシータ0の2乗は2倍の加速度のかける移動距離と D が消えました。ここから VY ダッシュ2乗は V0 コサインシータ0の2乗プラス M 分の 2EV と分かります。こちらは V0 コサインサインシータ0のままです。これと緑と赤の比をうまく表しているのを選べばいいということになります。まずこの斜辺の本当の速さを求めておきましょう。 VY ダッシュの2乗プラス V0 サインシータ0の2乗のルートです。
入れていきましょう。 Vy' の2乗はここに出ていますから、 V0cosθ0 の2乗プラス M 分の 2EV です。これの2乗プラス Vsinθ0 の2乗のルートです。この2乗とこの2乗、 sin2 乗と cos2 乗ですから、ここは V、 ここ0ですね、イコール V0 の2乗が残ります。プラス 2EVM のルートということになります。これが斜辺ですから、斜辺分の底辺または斜辺分の高さがうまく合っている答えを選んでください。問い5です。電子が A から上の極板から速さ V0 で極板の放線方向と θ1 をなす方向へ発射された場合、電子が B に到達できるための条件はどれでしょう。ここからスタートします。そうするとこのようにゆるければこのように斜方投射をして A に戻ります。頑張っていくと B に到達できますよ、その条件を求めましょうという問題ですが、最高点が高さ A から数えて距離が D であればいいわけですね。最高点が D を D とイコールになれば、B に到達するということになります。はい、この問題の様子はこのようになります。θ1 の方線と θ1 の方向に V0 で発射して、まあ、D を超えるということですね。最高点が D を超えれば極板 B に到達するわけです。極板 A の向きに加速度は MD 分の EV 存在していて、右向きには力が働きません、等速です。縦方向の運動から考えましょう。後の速度 V 次乗、初めの速度が V0cosθ1 の次乗です。後の速度マイナス初めの速度は、2倍の、こちら向き今プラスにしましたから加速度はマイナスです。 EV÷MD、かける距離、この V が存在すればいいわけですね。0になってなければいいわけです。 V 次乗が V0cosθ1 の次乗移行しました、マイナス2倍の ED が消えますから M、 この V が存在すればいいわけです。つまり V0cosθ1 がルートとなればいい。